ゼッツオメガ検証戦でございます。ジオメガプロトコル、うん、見てみると、まあ、オメガが何かを検証するために戦う、そうです、そうっていうことです。そうでした、この方はずっとそうでした、ね。まあ、何を検証するのかね、勘のいい人はきっとわかるのではないかなという気がしますが、せっかくなので入りましょうか、はい、どこから切り替えますか。まあカットから言ってもまあいいかな、おいいかな、多分大丈夫。じゃあ画面お願いします、うん。始まりますな、うん。おいでやすった。正々堂々検証の開始でございます。うん。うん、音がない。いや、多分。ミュートが入ってた。あ、ミュートが入ってた。あ。ミュートが入ってしまったそうです。ごめんなさい、ね。出ました。ここで音きました。オメガです。オメガですね。心なしか。はい。狭くないですか。気のせいかな。うん。いやおや。大丈夫か。戦えるのかな。うん。そうですね。はてはてさて。もう今回は、うん、はい、最後までオメガです。ほう、もう全編通じてほうオメガ、ほう、この意味はやればわかる、わかる、そのうちはは、まあ、オメガが何を検証しようとしているのか、はい、これまでに見たオメガの全てがぶつかってきますんで、ほう、ぜひ受け止めてあげてほしい。なるほど。まあ、ぜひね、やっぱり元々のオメガをやっておいていただきたい、うんうん、そうです、ね、あの霊式をね特にやっておいていただきたいんですけど、はい、さっきねトレーラーのラストではこうね2人、あ、いたいた、あ、そうでしたよ、 M と F が出てきてたんですけど、はい、微塵もないよね、はい、そうですね、うん、気配を感じさせませんが、ちょっとだけやってみる、ぜひぜひ。見せてもらおうか、B の実力を。わ、まあそりゃそうなるよねって。まあそうですよね、まあそうなるよね、ちょっと、まあ、そうなるよね。じゃあ、はい。あ、じゃあちょっと延命措置を。2000目固めのシールドを貼っていただいて、固めというか何がやってくるんでしょうか、ね、早くもさ、ね、はい、わ、覚えてます、こうサークルプログラムってやつ、はい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 、いや、まあ、もうこれは一人でやるもんじゃないなっていうのは明らかに。線取らなきゃいけなさそうな線が見える。なるほど。いや大変そうですね。あ、そうですね、雑魚だよ、そうですね、吉田雑魚って言われて。まあでも今回その拡張と拡張の合間でずつ出す2回目になるの で、はい、そうですね、で難易度的にはずつ粒子を一応クライマックスという形に今のところは僕ら想定しているので、うん、で、まあ、できる限りそこを超えないようにという調整はしたつもりではあるんですけど、うん、まあ、ただやっぱり難しさの方向性がやっぱ若干違うので、はい、あと後半結構あの厳しい局面もあったりするから、うん、ちょっと質が違ってるかなとは
思います。あ、そうです、好みもありますもんね、うん、好みというか自分との相性というか、うん、なのでそのあれより難しいはあんまり期待しない、はい、まあ多分今あれがギリギリぐらいなんじゃないかなと思っているので、うん、まあエモさもちゃんと入れてございますので、楽しみです。ぜひですね、結構謎解き、謎解きっていうかそのギミックの解放を見つけていくのは結構あの少し時間かかっていくかもしれないんですけど、うんうん、まあぜひですね、パッチ 6.3 リリースから2週間空けて、はい、リリースさせていただきますので、調整ももう完全に終了しております。はい。ので。ぜひ挑む方はですね、心と時間に余裕を持ってこの通り、楽しんでいただけますと幸いです、皆さんが楽しみにしているであろうエンバグね、うん、僕も大好きエンバグね、とんでもないことになっておりますバグっつったらここだろうみたいな、これは楽しみぐらい、負けがわからないよっていうのが来ますんでだから1月下旬頃になります、はい、ぜひとも備えてください。はい、まあもちろんね、プレイは難しすぎてプレイはしないよっていう方も、はい、あの配信でですね、うん、あ、そうですよ、皆さん配信しつつ挑んでくださる方たくさんいらっしゃいますので、助かります。ぜひね、配信を見つつあのプレイしてる人たちと一緒にねギミックを考え、ね、応援してあげてもらえるといいかなと思っております。はい、はい、ということで、絶オメガ検証戦のご紹介、はい、ご期待